こういうもんだが。はい。おう。うん。ああ。おう。こいつは前川の情報だな。ずいぶん熱心に調べていやがる。そこまでだ。何者だ？貴様こそ。人の部屋に勝手に上がり込んでおいてご挨拶だな。佐藤。いや、小田切か。まさかのこのこ戻ってくるとは。なぜ俺の名を知っている？あんた、どこかで。警察辞めて矢吹町デビューか？落ちるとこまで落ちたようだな。まさかあんた。知りたいか？俺はな。デカだよ。年寄りのくせにやるじゃないか。警視庁から入電中、田村友近殺害容疑で拘留中の
石津隆行23歳が警視庁移送中に逃走。新宿管内に潜伏中。捜査員は周辺を警戒してください。いいのか、お仲間が呼んでるぜ。余計なこと喋るんじゃねえよ。てめえ、前川と一体どういう関係だ。奴の居所知ってんのか。知ってりゃ、危険を冒してまで部屋に戻ってきたりしないさ。何？警察じゃ前川は捕まらんさ。おお、そりゃまたなぜ。組織の力じゃ無理なんだよ。面白そうな話だな。もっと聞かせろ。いいだろう。だが協力はしてもらう。指図すんな。俺はずっと前川を追ってきた。なりふり構わずな。使えるものは全て使った。権力も人脈も金も時間も。警察を追われた後もそれは変わらなかった。俺はずっと一人で奴を追い続けた。その時気づいたよ。組織がいかに無力なものかと。俺を縛るものは何もない。心のどこかに残っていた警察官としての忌々しいプライドもこの時消えた。おかげで前川探しに没頭できた。朝も昼も夜もなく、ただひたすら。情報を得るためなら何でもした。だがそれもあとわずか。偽りと裏切りの日々は時期終わる。じゃあ何か？てめえは前川を追い詰めるためだけに何もかも捨てたってのが。そうだ。チッ、イカレ野郎が。あと一歩。前川まであと一歩なんだ。なんで名前偽ってまで前川を追う？刺激的な毎日に憧れただけだよ。あんたもそうだろ？噂は聞いてる。新宿の狼。ふん、バカ言え。俺ほど真面目なデカどこ探したって言いやしねえ。ははは。何笑ってやがる。このまま片腕へし折ってやろうが。どうせ矢吹町で裁かれた拳銃でも探してんだろ。そんな本庁の尻拭いみたいなことしてたって楽しくはないだろう。もう一度言う。警察にいたら前川にはたどり着けん。俺と組め、新宿の狼。決めてくれ。ありがたい。何より心強い。3日後、ある取引が行われる。前川はそこに現れるはずだ。本当は俺と神梨で出るはずだった。神梨のいない今、その役目が必要だ。3日後？どこだ？まずは矢吹町の喫茶店ティーポットで落ち合おう。そこで待ってる。てめえが逃げないって保証は？命などとっくに捨てている。守るものなど何もない。いいだろう。本庁が追う前川。元警察官の小田切志郎は刑事という職務を離れてもなお前川を追っていた。新宿の狼は考える。7丁の拳銃を追うことも、本庁同様前川という男を追うことも、桜の大門の前では等しく刑事としての仕事であるはずだと。狼は何者にも従わない。彼自身が法律なのだ。